改修工事前の駅入口大崎広工事駅は東京都品川区大崎4丁目にある東急電鉄池上線の駅である。駅番号は IK02。当初は池上線の終点だった。当時はここから五反田駅まで徒歩で連絡することとしていたため、北隣の五反田駅とは駅間距離が約340メートルと非常に近い。また、大崎駅へも、 徒歩で行ける距離にある。昭和中期に、千岳寺線の建設計画が浮上した際に、当駅を含む池上線の一部区間を廃止して、大体として、当駅と戸越銀座駅の間に、霧ヶ谷駅を建設して復活させ、同駅から千岳寺線に入って、都営地下鉄三田線と、相互直通運転を行う構想があった。 山手通りの稼働は仕掛け替え工事が2008年から2014年まで行われ、それに際してコンコースの改修工事が行われた。駅へ出入りするときは長年階段を数段登らなければならなかったが、改修工事によってバリアフリー化された。広工事とは道路幅の広い街路のことで、駅のすぐ脇にある大崎広工事に由来する。 ホーム島式ホーム一面2線を有する高架駅。サービスマネージャー導入駅のため、旗の台駅から遠隔監視している。ホームと改札口との間は、階段とエレベーターで連絡している。トイレは1回改札内にあるが、男性用の小便器の他は、男女兼用の多機能トイレがあるのみ。2020年度の1日平均乗降人員は5618人であった。 五反田駅に非常に近接しているため、利用者は少ない。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り。大崎広小路あたり駅と北隣の五反田駅との、駅間距離は、世田谷線を除く東急線内で一番短い。1953年8月11日まで、東駅と戸越市銀座駅の間に、霧ヶ谷駅が設置されていた。ありがとうございます。